掛軸塾。はい、どうも掛軸塾の野村です。弊社は数年前からですね、日本の方だけではなくて海外の方にも掛軸の魅力を知っていただきたいということで活動を続けております。で、まあ、ありがたいことにね、いろいろな国から掛軸に関するお問い合わせであったり、ご相談もしくはまあ注文であったり、いろいろまあいただいて、でそれぞれの、ね、やり取りをしていると、まあドラマが一つ一つあるわけで、それが非常にまあ面白いなと思っております。まあ、新鮮ですよね。海外の方がどういうふうに日本の掛け軸というものを考えて捉えられているのかというのが、ね、非常に新鮮で楽しくやり取りをさせていただいております。でそんな中、今回はなんとシンガポールにお住まいのお客様から掛け軸のご注文を頂戴いたしました。ありがとうございます。いや、これは本当にね、嬉しいもんです。日本の、もちろん日本の方からご注文いただくのも本当に嬉しいんですけども、海外の方が、まあ、弊社にこういろいろある中で掛け軸をご注文いただけるっていうのは本当に嬉しいことだな、ありがたいことだなと感じております。で今回ご注文いただいた掛け軸っていうのがこちらになります。はい、夜桜と菊の掛け軸ということで、なんと2点も掛け軸ご注文頂戴いたしました。ありがとうございます。いやー、本当嬉しいですね。本当ありがたいなと思います。まあ、ちょうど春の掛け軸と秋の掛け軸ということで、まあ、季節によって掛け替えられたりするのかなと、想像したりしてます。まあ、シンガポールなんですけども、まあ、今世界中でコロナがこう蔓延している中でね、比較的シンガポールはコロナの対策が進んでるというふうに言われてるんですけども、それでもやっぱり外出規制とか結構いろいろあるみたいなんで、まあ、家にこもってる時間っていうのが長いみたいです。まあ、日本でもそうなんですけども、どうしてもこう家にいる時間っていうのが長くなってくると、こう気持ち的にねちょっと落ちてしまう部分があると思うんですけども、そんな中でこういった掛け軸、芸術作品がそういった心を癒してくれる、そういう力を発揮してくれると、まあ、掛け軸屋としても本当に嬉しいなと思っております。皆さんも部屋で掛け軸を楽しまれたいっていうご要望ございましたら、ぜひぜひ弊社の方にお問い合わせいただければなと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。はい、このチャンネルではこういった掛け軸に関する様々な情報やエピソードをご紹介させていただいております。面白かったなと思う方、ぜひチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。それではどうも今回もありがとうございました。最後までご覧いただきありがとうございました。チャンネル登録ぜひよろしくお願いいたします。